がついたら今僕はここにいた。北海道の函館の函館駅でございます。各駅停車に乗って八雲を目指します。八雲の安宿に泊まることになりました。このディーゼルカーに乗っておりますね。本当はね、反対側のねディーゼルカーに乗ってね、違う路線を通って森駅で今乗ってる電車に乗り換えた方が良かったなと思いますね。今向こうに止まったやつがその列車でございます。あの列車から乗り換えることもできたんですね。鹿部町経由だったんですよね。鹿部町に今回ね入れなかったのでね、そのルートで行けば良かったなって今後悔しておりますね。そして八雲の駅に到着いたしました。雪がまだ残ってますね。路面が濡れております。迷いながら安宿を目指しておりましたね。そして次の日の朝でございます。踏切の近くにね宿がありましたね。出発していきます。この日はね八雲周辺と、瀬田名方面にねバスで向かったんですね。朝の八雲駅の近くの安宿の付近ですね、奥の方に八雲駅が見えておりますね。貨物列車が止まっております。北海道の函館本線ですかね。